この調べはまだやんけどな。この調べはやんけど。このまだ、これ一本あったのこれ。切ったんだね。この上がさ、すごいねこれ。この上はもう、崩れ落ちるなこれ。ああ。そうでもないか。このネットはまた別のもんだな。この目がいいな。これだってすごいよ。ガッチリもしかし傾いてるからね。台風になったらボコボコするよ。大きな石だね。これやはりね、通行ストップしてんだな。ここで。そしてさっき下ってきたのこれですね。この石なんです。この石段はだからまあ古いものほぼまあ800メートルいや800年前ではないにしても。それくらい古いものでありましょうね。だからこの名古屋の切通しの場合はやはりこの樹脂壇の石積みがですね、歴史、鎌倉の、歴史の面影を残していると言ってもいいと思いますね、これもだいぶ下がってきましたね。これは落石かもしれないね。これは落石かもしれない。あそこは倒木してるからね。こういう感じですね。